テルがあれ出してきて、大会結果の報告をいただきます。最初に伊藤選手お願いします。はい、こんにちは。フェンシング競技のエペ種目をやっております伊藤祐樹です。この度4月12日から5月31日までの、約7週間という非常に長期の海外遠征に参加してまいりました。フランス、エジプト、ドイツ、最後にジョージアと4大会、ワールドカップに参加してきまして、最初の3大会ではあまり良い成績を残すことができなかったんですが、海外遠征中の、合宿期間で今のところ自分に調整をすることができて、最後のジョージア大会で3位に上ってきました。今回こうやって成績を残したのは、4月から佐賀の方でスポーツメンターとして採用していただいたからと本当に感じておりまして、佐賀県の皆さんに感謝しております。どうもありがとうございます。パラリンピック日本代表の、カナズと言います。今回の結果は個人種目では100m、背泳ぎは、残念ながら、4番という結果になり、また、個人種目の 50m 背泳ぎと、あとリレーがあった2つのが、コロナの感染のために、辞退するという結果になりました。でも、それでもやっぱりリレーで銀メダル2つ取れたということは、本当に自分の中では嬉しいという気持ちもあって、あとリレーで取れたということに対して、その仲間の大切さというのも改めて感じることができたので、いい経験になったかと思います。ありがとうございます。日本デフリンピック選手、私は美濃原と申します。5月1日から16日まで、日本選手団代表として旗手を務めさせていただきました。5月1日、開会式の時に出席いたしました。それができたことはとても嬉しいです。で、4種目に参加出動いたしまして、1つは4位、他は銀メダル銅メダルを取ることができました。タイトルとかですね、いろんな競技に出場しました。自転車競技ですね、4種類の自転車競技に出場いたしました。そして3つの銅メダルを獲得することができました。2位を目指したんですが、男子の時に日本人とわずかの差で銅メダルとなりました。ちょっと悔しいですね。とにかく皆さんからの応援をいただきまして大変嬉しく思っております。ありがとうございました。こんにちは、私日本代表選手永石と申します。デフリンピックは初めての出場でした。5月1日から11日まで2週間弱ですね、いろんな大会に出場できました。個人戦、ダブルスなどいろいろ出場できました。団体戦は、自分はちょっと参加できなかったんですが、準決勝まで進むことができました。そして韓国などフランス、またインド、いろんな各国の選手と対戦することができました。ドイツとの対戦ではちょっと残念ながら負けてしまったんですが、準決勝まで進むことができました。個人戦ではリーグ戦ですね、トーナメント戦ではちょっと負けてしまったんですね。また男子ダブルスリーグ戦にも出場することができました。で、最後、ヨーロッパの選手の皆さんはとても背も高くて、体格的にちょっと負けてしまった。でも8位に入ることができました。皆さんの応援いただきましてありがとうございました。さらにメンターで来て、はい、井野コーチとも練習しましたか？
もともと美濃コーチとは私は代表チームの方でも仲良くやらせてもらっていたのでそう忘れらせてもらっていたので今日じゃあ差が最高位になったら差が最高位になったら右手で右手で右手はい、じゃあいきます。3、2、1、最高。後輩じゃない。